はい、どうもタンタンです。こちらフェイマスのウクレレをご紹介したいと思います。新シリーズですね。 FS の220というシリーズになります。ヘッドのロゴもこちら新しいロゴになっておりますし、こちらね、トップがこのモデルは、スプルースの単板を使ってる、そんなモデルですね。サイドバックはこれハワイアンコアの合板、フェイマスの、ね、FS50 とかでも使ってるような、材料を使ってるという感じでですね、スプルーストップしかも単板になってるので非常にこう音量がありますね。なりやすい材料ですよね。スプルースというのは音量の出る非常に、鳴らしやすい材料なので、このサイズでも非常に鳴りが普通の、ね、ウクレレのコロコロした感じとはまたちょっと違う雰囲気で、しっかりとした鳴りの一本になっているかなと思います。新シリーズでね、やっぱりトップ単板サイドバック結構綺麗な、これはハワイアンコアのいつもの材料を使ってますね。そしてやっぱり日本製ということもあって、このシリーズも仕上がりも非常に綺麗になっておりますし、最初の1本でこの辺というのも非常に面白いのかなと思います。価格もね、トップに単板の材料を使っている割には結構抑えめな価格にはなっているかなと思いますので、日本製としては、そのあたりも、良いポイントじゃないかなと思います、はい、ということでこちらフェイマスのですね、FS の220というモデルですね。トップにスプルース単板、サイドバックがハワイアンコアの、はい、こちらの1本となっております。非常に鳴りのいい1本ですので、ぜひ、店頭にてお試しいただければと思います。それではタンタンでした。